おはようございます。今朝いつもなんかいつも朝瞑想をして自分の声を聞くんだけど、急にね、私はどうしたいっていうことを思ってて、そしたらふとなんか、もし何かが起こったらきっとなんか耐えれるとか、もしこれが起こってもきっと自分が成長するためだとか、何かが起きたらとか、もうすでに何か悪いことが起きたらっていうこと、でもそれはいいことだって自分に言い聞かせてなんかやってたんだよね。でもふと今日、いやもうなんかそういうことも何も起こってほしくない、もう十分にそれはやったって思って、もうこれ以上何か起こることを望まない望み方をしなきゃってなんか気づいたのねごめん。そしたら、じゃあ私はどうしたいって思った時に、幸せになりたいって思ったの。でもなんかその幸せになりたいっていう言葉が出てこなかった今まで。めちゃめちゃシンプルなんだけど、幸せになりたいっていう言葉を言えなかったんだよね。わかんないけど、 なぜかで今言えて、なんかすごい心がパーって開いて、すごいすっごい楽になったし、すごいもうこれでいいんだっていう気持ちになれたから、なんかこの気持ちを忘れないようにここでちょっと伝えようと思って。でもね、同じような気持ちでいる人がいるかもしれない。なんかいつもなんか試練が起こったりとかしても、きっとこれはいいことが起こるための何かだとか、なんかもうすでに何かが起こると思ってなんかこう宇宙に問いかけてるかわかんないけどしてると思うのね。でもそれって私たちはシンプルに幸せになりたいだけだと思うの。まあ何が言いたいかわからないけど、ちょっとでも、私たちみんなは幸せになりたいっていうことでさえ言えないブロックが何かかかってたり してるんだなって、自分を通して思ったっていう気づきでした。すいません、めっちゃ朝から、でもなんか、だからこうして自分とつながって話すっていうのはとても大事だと思うので、みんなもちょっとトライしてみてください。